どうもこんにちは、松本です。今回はコメント欄でいただいたご質問にお答えしていきたいなと思うんですけれども、何かっていうと、種の転売についてなんですよ。 その登録品種の F1 の種100粒を購入してそのうちの30粒は自分で使うんですけれども残り70粒これを販売してもいいですか転売しても大丈夫ですか違法になりませんかっていうそういうご質問だったんですよで今回これについてあのお答えをしていきたいなと思いますでうんと、このご質問噛み砕いて言うとですね農家が その種とか苗を販売しても問題ありませんか大丈夫ですかっていうそういうご質問だと思いますので、これについて、うん、結論から先にお伝えします。結論を申し上げますと、販売すること自体はもう全然問題にはならないですし、その届け出っていうもの、その販売業者、 してのの届出っていうものも不要なんですよただ販売をする販売者としての表記表示っていうものはしっかりとつけた上で売ってくださいよっていう、まあ、今回そういう結論になります。でここでその一つ,つは販売すること自体に問題があるかないかっていうことと届け出が 業者としての届出が必要かどうかっていうことと、もう一つはその表記をどれどうやのどのようにするかっていうこの三点これについてえっ、ー、と今からちょっと細かくお伝えしていきたいなと思います。まず一つ目の種とか苗の販売は誰でもできますよっていう話このポイントについてお伝えするとですね、のいわゆる小売り 仕入れて種とか苗を仕入れてそれを小分けにして売るとかまあそのまま売るっていうこと自体には何の問題も制約もないですのでもう自由にやってもらっていいと思うんですよ。 ただ、ここで気になってくるのが、あの、ご質問者も書いてましたけども、登録品種かどうかっていうところ、ここをまあ気にされてる感じでしたので、ここ詳しくお伝えするとですね、登録品種っていうのは、あの、種苗法が関わってくるんですね。種苗法で、あの、 新しく作られた品種に関しては、登録制度っていうのが設けられていて、登録された品種っていうのは勝手に増やしちゃダメっていう、その法律の中での規定があるんですね。で、そこに引っかかった時には、要は種を仕入れて、で、それを増やして、その種から、まあ育てて、そこからまた種を取って、それの種を売るとか、苗を買ってきて、それをまあ増やして、 サツマイモとかできますよねわーって茂っていったところを先積んでいけばそれって苗になっちゃうのでそれを売るとかっていうのは登録品種の中で禁止されているその自家増殖が禁止されているものであった場合はそれは販売することできませんのでその辺でその。 種苗法っていうものが関わってきて登録品種か一般品種かってことが関係してくるんですけどもただ単に仕入れたものをバラバラにして100粒のうち70粒を売るっていうこと自体にはまあ、特に何も問題はないんですよで、その登録品種についてもうちょっと詳しくお伝えすると例えばですねさつまいもで言うとあのベニハルカ っていう品種あると思うんですけど、結構新しい品種なんですよ。まあ甘くて美味しいみたいなことですごく人気があるんですけど、ベニハルカっていうのはその登録品種として今入ってますし、まだ期限が切れてませんので、うん今は自己増殖自家増殖しちゃダメなんですよ。でそこはもちろん注意しなきゃいけないですし。例えばいちごの甘王とか。 サガホノカって言われてる品種もこれも結構新しい品種ですので増やしちゃダメなんですねで逆に自家増殖が可能なものっていうのはやっぱりあって昔からあるような品種例えばその在来種とか固定種って言われてるようなものっていうのは一般品種って言われててその新しく登録されてるような品種種苗法の中での登録品種に当たりませんので。 その在来種固定種っていうのは何をどうしようがもう自由なんですよ。種取りして増やそうがそのまんまその買ってきたものを小分けにして売ろうがもう全く何の制約もありませんのでそこはもう全然心配する必要はないんですけどもあとさつまいもで言うと先ほどベニハルカはダメって言いましたけどもベニアズマとか あとナルト,キントキみたいな昔からある品種ああありますよねああいうものは一般品種に入ってますのでその登録されてたけども期限が切れたみたいなものもあったりしてそういうものは今自由に増やしてそれを苗を販売するとかってことももちろん可能ですのでそれはやってもらったらいいんですよ。でいちごについてもとちおトメとかアキヒメみたいな有名な品種ありますけどこれも結構長く昔からある品種ですので。 こここも自由に増やしてて売ることっていうのは可能なんです,、ね、ですのでその増やして売るっていうことを考えた時には登録品種か一般品種かっていうのは一番ちょっと気にした方がいいかなっていうそういう感じなんですよ。 で、二つ目として、販売業者のその届けで、申請みたいなものが必要かどうかっていう点、これもちょっと気になると思うんですよ。いわゆるその、氷をするわけですから、その小分けにして売るにしても、苗とか種を仕入れて売る業者になるわけですから、これってなんか国の許可とかいるの、申請いるの、届けでいるのってやっぱり気になると思うんですよ。で、これざっくりと大きく二つに分けられるんですけども、ものすごく簡単に言うと、 卸売をしているか小売をしているかによって届け出が必要か不要かっていうのが決まってくるんですよ。でちょっとこの話する前にまず大前提として種苗業者っていう言葉があります。これ何かっていうと種ととか苗を販売すす。る業者のことです例えばあの種苗会社種を作ってる会社ありますよね滝とか酒田みたいな。 ああいうところがまず種苗業者に入りますし、あとはその販売をするわけですから、種、いわゆる地元の種屋さんみたいな種、種苗の販売店なんかも入りますし、その、 苗とか種を生産する農家って言いますよね。苗、ホームセンターとかで売ってると思うんですけど、ああいう苗を作ってる農家、生産農家も、その苗を販売しているわけですから、この、そういう生産農家、種苗の生産農家も種苗業者に入るんですよ。で、それをやっている農家であるとか農業法人。 などが含まれまれすしあと農協もそういったその種苗の販売農家に対して売ってますから種苗業者になりますしホームセンターなんかもまあその農家から生産農家から買い取って売るっていう形であれば種苗業者になるんですよ。でこの種苗業者今挙げた種苗業者に対して売る っていう場合は、これは届け出が必要になってくるんですよ。自分自身が業者ですよっていう。それって、その、最終消費者、一般家庭とか消費者に直接売るわけじゃなくて、間に業者を噛ませて、その業者が販売しますよね。そういう場合は、業者に売ってるので、卸売に当たります。ですので、卸売をする場合は届け出が必要、うんと。一般家庭とか、生産者、 に向けて苗とか種を売るっていう場合、これについては、 あ届き出はいらないんですよ。小売りっていう扱いになりますので。ですので、卸売りは必要です、届け出。でも、小売りは必要ないっていう、この大きな分類、まあ、ちょっとや分かりにくいかなと思うんですけども、この辺は覚えておくといいかなと思うんですよ。ですので、ご質問にあったように、自分が種を購入して、その小分けにして70粒売りますよっていう場合、その売り先によって届け出が必要かどうか変わってくるっていう話で、それが、 農家に売るのか、その、種屋さんに売るのか、一般家庭に売るのか、ホームセンターに売るのか、みたいな話で、届け出が必要かどうかっていうのは変わってくるっていうことなんですね。あと最後にですね、その、いわゆる表記ですね、種袋とか見ると分かるんですけど、ちゃんといろいろ書いてありますよね、その販売業者の。 住所ととかか名前とかあと種の発芽率が書いてあったりとか農薬使ってたら使ってる農薬が書かれていたりとかしっかりと表記がされてると思うんですけど小分けにして自分が農家だけど売るっていう場合もやっぱりその表記はちゃんと書いとかなきゃいけないです。これはあの種苗法によって規定されてますのでこれ違反するとあの罰則ありますから注意してほしいなと思います。で実際その種苗の 販売、種苗っていってもいろいろあってあの表記しなきゃいけないものとしなくていいものがあるんですよ。ざっくりものすごくざっくり言うとその種とか苗を育ててそれを食用として売るような作物、まあ、野菜とか米とかも,もちろんそうですけどもその食用になる作物を扱っている場合。 はこはの表記をししっかりななきゃいけないけ指定種苗っていうんですけども指定種苗っていうのは食用になる作物とごく一部花とか果樹も含まれるんですよ。基本的にはその食用となる作物については指定種苗って呼ばれてて指定種苗にに関しししてててては表記っっっかりしてくださいよっていよう風になってますでじゃあ何を記載するかっていうのはもちろん種買って産むんだからそこに書いてあるのを真似すればいいんですけど基本的に。 1つは名前とか住所その自分自身の名前とか住所を記載するっていうことで2つ目はその作物の種類と品種そのトマトでアイコみたいなことが記載されてないといけないですし3番目としては生産地。 どこでその種を取ったんですかっていうことが書かれてないといけないです。だから自家採取をして売るっていう場合は、その自分自身のその種を取った場所、生産地を書かなきゃいけないですよね。で、4番目として有効期限とか発芽率。この種はいつ種を取って、いつまでは有効ですよとか、発芽率今現在何ですよっていうのは当然記載しなきゃいけないですし、あとその内容量ですね。 70粒を70粒袋に詰めたんだったらそれ70粒って書かなきゃいけないんですよ。で、まあ、体積とか重さとかで書く場合もありますけどとにかく量数量が書かれてないといけないです。で最後6つ目としては農薬の使用履歴その生産をするにあたって種を育てるとか苗を育てるにあたってどんな農薬をした使用したか。 使ってるか使ってないかということも記載する必要があります。この6つを書かなきゃいけないですので、もし種を仕入れて、それを小分けにして売るっていう場合、うんと1番の氏名、住所はもちろん自分が業者になるので変えなきゃいけないですけども、種類とか品種の2番目は変える必要ないです。3番目も小分けして売るだけなら、そのまま真似すれば引っ張ってくればいいですし、有効期限とか発芽率も,も、 購入してすぐ売るんであれば別にそのままでいいかなと思います。な何ヶ月か経っちゃうようだと自分で発芽試験しかなきゃいけない可能性はまあ,あるかなっていうところで、あと数量とかはもちろん変えなきゃいけないです。ので農薬使用期限はまあそのまま真似すればいいかなっていうところで、その種を買ってそのまま小分けにして売るのか、自家採取をして自分でまた売っていくのかによって少し変わりますけれども、まあ基本的にこの6つをしっかり しっかりと書いていないとそれも本当に違反したということで罰則があったりしますのでここも注意する必要があります というわけでいかがだったでしょうか。今回のご質問の答えとしては、販売すること自体は、種とか苗を販売すること自体は、もう何の問題もないですし、業者としての届出っていうものも今回の話で言うと不要なんですけれども、その販売者としての表示っていうものだけはしっかりと書いた上で売ってくださいよっていうのが、今回の答えになります。で、まあ農家としてその生産していると、やっぱり、 タネ取りをする場面っていうのもあったりしますし、それ売りたいなとか、苗たくさんできすぎちゃったから、売りたいなって思う場面あると思うんですよ。で、その家庭向けに、消費者向けに、例えば、ハーブを、 プランターでどうですかとかベランダでどうですかっていう風に苗を売りたいなって思う場面もやっぱりあるかなと思いますけどもそういう場合に今回の話は非常に役に立つかなと思いますので是非参考にしていただいて、まあ、副収入として副業として苗の販売種の販売をするっていうのもまあ,ありだとは思いますので、うん、表記だけしっかりした上でやってもらえればいいかなと思います参考にしてみてください。